本日はこちら、ちょっと散歩しに来ました。西原町の公園です。今こちらでは V フォーレン長崎がキャンプを行っているんですが、キャンプを見ることはできないので本当に散歩だけします。散歩しながらキャンプを見れない状況っていうのはどういったものになっているのかっていうのもちょっと確認しながらは見させていただきたいと思いますが、そういった感じでキャンプの様子をお伝えするだけではなくて、キャンプに入れないっていう様子をお伝えしたいと思いますので、その点よろしくお願いします。ということで V フォーレン長崎メンソーレサーディガー、こんにちは、ノブです。ノブ沖縄情報チャンネル始まります。ということで、先ほどもお話ししましたが、西原町の陸上競技場とか運動公園があるところですね、そちらの公園にやってきました。ということで、こちらで V ファーレン長崎が今キャンプを行っているんですけれど、どういった状態になっているのかっていうのをちょっと散歩しながらですね、ちょっとすいません、散歩するような格好ではないんですけど、実はちょっと出かけていて、それの帰りであまりにも天気もいいんで、ちょっとこちらで散歩してみようっていうことで、今回の企画やってみますということで、これからちょっと散歩しに行ってみたいと思います。ということで、僕が今いるのが駐車場なんですけど、今すぐそこに陸上競技場がある場所の駐車場なんですけど、まあ特にこちらが規制されていたりするわけではなくて、ちょっと一部ですね、あちら許可者以外は駐車禁止っていうような場所がありますが、普通に駐車場は利用できるので、散歩とかジョギングとかそういったことで普通に公園は利用できる状態になっているので、そちらは安心してください。こちら駐車場なんですが、こちら駐車場の入り口にこんな感じでジョギングとかする時の注意が書かれてます。回るコースを一定にしましょうということで、半時計回りですかね、半時計回りで回ってくださいっていうことなので、このような形でぐるーっと一周回ってみたいと思います。現在地図でいうとここですね、こちらの駐車場のところに今います。そしてこの目の前に陸上競技場があって、そこの周りをぐるっと回って、パークゴルフとかを回ってで一周していきたいと思います。そして各種施設利用時間ということで、こういった形になっていて、陸上競技場はサッカーキャンプのため開放なしとなってます。ということで、それでは行ってみたいと思います。のんびりと散歩していきましょう。そしてですね、実はですね、飛行機が来た。普通に陸上競技場こちらなんですけど、こちらですね、普通にキャンプ実施のためグラウンドの立ち入りはできませんということですが、特になんか見えないようにしてるとかそういったことまではしてなくて、わかりますでしょうか、遠目になんとなく見えることはできます。そんな感じの状態です。結構たくさんの方がジョギングしたりウォーキングしたりされてますね。陸上競技場の周辺もこういった感じでみんな歩いている、まあ、散歩するコースになっているので、こちらからですね、こういった感じでちょっと遠目にですが、まあ覗けるって変なんですけど、見ることはできますが、まあ、見学は基本的にできないっていうような状態です。そして選手との接触は基本的に避けるため、こう選手の乗り場、バスとかの乗り場みたいですが、乗り降りするときはこういった感じでフェンスをしっかりして安全を確保しているっていうか、人との接触を避けるような感じでこういった状態になっているようです。一応みんな歩いてるホースと、あとさっき書いてた地図見ると、この陸上競技場の周りを回るような感じなんで、こちらを回っていくような感じになるんだと思います。そして通常のキャンプ、まあ去年とかですと、こちらの場所ですね、ここの上のところの観覧席から見ることもできるんですけど、そういったことは今できないような状態になってます。多分これ選手が乗ったりするバスでしょうね、こっちで待機されてますね、まあ、こういった状態になってます。書いてますね、入れる状態ではないですね、立ち入り禁止、スタンド自体は閉鎖されております。そしてこちらもサッカーキャンプ実施のため立ち入り禁止入りとなっております。まあ、この辺で本来は出待ちしたりする場所なんでしょう。そういったことはできない状態になっております。おお、かっこいい、こんな車が止まってる、かっこいいですね。ぐるーっと回ってきて抜けてきたところです。そしてこちらですね、こんな感じで逆サイドに回ってくるっていうような今感じになってます。普段だったらゆっくりとのんびりと覗きたいんですが、こういった感じで観覧はできなくなっているのでご了承ください。実はこんな感じでまあ覗くことはできますね。誰がどこにいるのかっていうのはゆっくり見ないとわからないので、結構遠目なので難しいですが、こんな感じです。ということで、こちらはちょっと離れていきますが、ちょっとせっかくなので一周していきたいと思います。以前この辺は紹介したことあるんですよね、こんな遊具がこの辺にちょっとだけあるんですよね。ロープでできたジャングルジムみたいなのと、あとこちらこういった遊具がちょっとだけあります。この通路は
方通行じゃなくなるんでしたっけ。さっきの地図ちょっと見返さないとわからない。もう一度見返したいと思います。この場所は一瞬だけ人がすれ違うような経路になってるんですね。この後過ぎるとまたぐるっと回るような感じになってるようです。ここが分かれ道ね。これ右に行くのがまあこちらから行くのがルートで、向こうから戻ってくるようなルートですね。こんな感じになってます。こんなパークゴルフ場があるんですね。ここパークゴルフ場があるの初めて知りました。そしてこっちに筋トレをするような器具がちょっとだけあります。ここがパークゴルフの受付とかするところですね。多分そうですね。そんな感じの場所になってます。僕はもうちょっとぐるっと回りますっていうか、ここから景色結構いい感じですね。結構いい感じにのんびりと外が見れるっていうか、ここどこだろうな、那覇の方とかも見えてるのかな、早原町の方でしょうか。そんな感じで、そしてここ下からどっから上がってくるのか分かりませんか。下から上がってくるような場所もあるみたいです。パークゴルフされてる方いらっしゃいますね。のんびりとゴルフされてる方もいらっしゃいます。本当本当にいい天気なので気持ちいいですね。本当に多くの方が結構散歩とかされてるので気持ちもわかります。そしてここの放送何なんでしょう。なぜか国会中継が放送されてます。面白いですね。誰の趣味なんだろう。政治に興味を持つということはいいことだと思いますが、なかなか面白いですね。まあお年寄りが多いからかな、平日の昼間なんで、そういったことかもしれません。パークゴルフ場も端っこの方に突き当たってきました。突き当たってきましたってなんか変な言い方ですが、こちらもですね、こちらにですね駐車場があります。なんて言ったらパークゴルフに近い駐車場なんですけど、こっちのですね、ここの建物わかりますね。こちらが結婚式場とかある西原なんだったかな、ヒルズガーデンですね。そういった結婚式場とかをやるところもあるんですが、そういった場所です。ということでパークゴルフも折り返してきました。先ほど言った駐車場のところですね、そちらで折り返しっていう感じで、またあちら陸上競技場の方に戻っていきます。こんな感じで気持ちいい天気の中歩いております。本当に天気いいな。あんまり天気良くない予報だったんですけど、めちゃめちゃいい天気です。ちなみにそういえば桜の木あんまり咲いてないですね。そこも桜かな。僕の家の近所も結構桜咲き始めてるんですが、この辺の木は桜じゃないのかな。桜じゃないですね。赤木って書いてある。この辺は桜の木がないのかな。あんまりなさそうな感じですね。桜の木やったら多分ちょっとは咲き始めてると思うんですけれど、そういった桜が咲いている様子は残念ながらこちらの公園にはありません。そして喋りながら見てたら道を間違えました。こちら右に行かなきゃいけなかったのに左にちょっと行きそうになりましたが、右に行ってまたさっきのちょっとすれ違うコースの場所ですね、そちら抜けて陸上競技場に行きます。ということで遊具のあるところに戻ってまいりました。遊具の先が陸上競技場ですね。ということで遠目に V フォーレン長崎のキャンプ見てながら戻っていきました。僕実際に歩いてるのこの上のコースなんですけど、この陸上競技場の周りもですね、一応立ち入り禁止っていうのは陸上競技場自体の中だけで、その周辺は歩いたりすることができるんで、その周辺を散歩したりジョギングしたりされてる方もいらっしゃいますね。こんな状態でしっかりと皆さん心がけていろんなことを自分のペースでやられてるという印象でしょうか。そんな感じの西原町の陸上競技場でした。本当に散歩コースもこれで終了です。一周してきました。いい運動になりました。ちなみにここ書かれてますが、今 V ファーレン長崎やってるんですけど、1月31日から大宮アルティージャのキャンプが2週間ぐらいあるんですね。結構長いですね。始まるようですが、多分状況は同じだと思います。緊急事態宣言が解除されれば、まあ、状況また変わるかもしれませんが、まあ、でも基本的に沖縄県とあと東京の方も政府の方も解除されないとっていう話もありますが、まずは沖縄県の緊急事態宣言が解除されてからっていう話になると思いますが、そのあたりで、まあ、いろんな状況を見て発表されると思います。まあ、ぜひ見てみたいですよね。そのあたりは今のところもうお任せするしかないと思います。待ってみましょう。ということで駐車場の方に戻ってまいりました。駐車場は本当に結構広いです。何台止めれるんだろう。相当止めれると思います。多分陸上競技場で大会とかがあるといろんな車が来て大変になると思いますが、こんな感じで普通に止めれる広い駐車場があります。サッカーキャンプですけど、去年とかも僕何個か見に行ったんですけど、やっぱり有名選手ですね。去年で言うとイニエスタとかヴィッセル神戸のキャンプとかはすごい人でしたが、平日でも結構人いましたが、まあ言ったら申し訳ないんですけど、そういったトップアスリートっていうかトップの選手が、そこまで超有名な選手がいない場合はそこまで人がいないっていう感じですね。日本代表選手とかがいないようなチームはそこまで本当に
平日はポツポツポツンといるのはいるんですが、そんなにたくさんの人が見には来てないかなっていうような印象です。といってもここ数年結構サッカーのキャンプの周知活動、違う、誘致活動ですね、誘致活動に力入れてるので、サッカーキャンプが来てるっていうのもどんどんいろんな人が知れてるので、どんどんお客さんも見に来る方も増えるかと思います。すいません、どうでもいい話かもしれませんが、沖縄のキャンプといえば野球なんですよ。野球は全球団同じ日程で基本的に入ってきて、まあ日程2つに分かれてるようなイメージもありますけど、大体どの日程で来られるかっていうのは結構前からなんとなく想像つくんですけど、サッカーキャンプでギリギリにならないと本当に分からないので、さすがにサポーターの方がそれに合わせて来るっていうのはなかなか難しいですよね。たまたま予定が空いてて沖縄に行けるっていうので来られる方もいらっしゃるとは思うんですけど、なかなか難しいのかなって思ってます。こんな感じの西原陸上競技場、西原運動公園の様子でした。いかがだったでしょうか。ということで、こちらのチャンネルは沖縄の情報、最新情報、お得情報をお届けさせていただいてます。もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。サーリークラッ、バイバーイ。ということで、ちょっとおまけ動画ですが、今公園の駐車場から出てきたところです。そしてですね、ここさっき今右曲がったんです。左に曲がってもちょっとしばらくあまり何もない気もするんですが、右に曲がってもうちょっと登っていくとですね、こちら以前ご紹介した河原ステーキっていうステーキ屋さんとか、あと僕もよく利用するマクドナルド、そしてマックスバリュー、マックスバリューのところにはケンタッキーがあって、その周辺にも行ったことがないですけど、カレーの食べ放題のお店とかケバブのお店なんかもあって、結構いろいろあるので、車で行かないと厳しい距離かもしれませんが、歩いて何分だろうって15分もあれば多分着くとは思うんですが、そういった距離にそういったお店もあるので、ぜひこちらの公園で、まあ来年とかになると思いますが、サッカーキャンプ見に来られた方はぜひこちらでご飯とかも食べてみてください。この左側にステーキ屋さんもあるんですね。初めて知りましたが、こんなところもあります。河原ステーキはこの右手で上りがちょっとたなびいてるところですね。いくつかいろんなお店の上りがたなびいてますが、そちらで、こちらの左がドライブスルーマクドナルドです。